いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい。うちはね、柴犬さん専用の足つぼマッサージです。はい。いらっしゃいませ。あ、お客さん予約してるんですね。はい。はい。23時57分から予約の、日付変更ギリギリで予約した、マルコ・スコフィールドさんですね。本当ですか？眠そうですね。やっぱ夜だから。本当にマルコさんですか？確認するためにちょっといいですかね、一つ。お手してもらって、あ、そっち向いて、あ、お客さん、お手して確認したいんですけど、いいですか？お手、ウェイ。あ、マルコさんみたいですね。はい。それじゃあ、マルコさん、ベッドの方来てもらっていいですか？あ、こちらです。マルコさん、こちらです。はい。あ、はい。マルコさん、寝てください。はい、マルコさん。はい。はい、ベッドに寝てください。はい、いらっしゃいませ。はい。マークさん、顎黒いですね。あ、失礼しました。余計なことでしたね。はい。マークさん、じゃあ、ね、足つぼやるんで、申し訳ないですけど、リラックスしてほしいんで、首は取りますけど、いいですか？裸になってもらいますけどね。申し訳ないですけど。ちょっと恥ずかしいかもしれないですけど、裸になってくださいね。はい。マークさん、申し訳ないですけど、脱がしますよ。はい。マルコさん、裸ですね。はい。マルコさん、それじゃあね、足のつぼ、足裏マッサージどんどんやってきますんで。もうね、そうですね。マルコさん、まだ足やってないですよ。それ本当に前菜みたいなもんですよ。食事で言えば。マルコさん、たくあんですよ、まだ。まだハンバーグとか、ステーキとか、魚来てないですよ、マルコさん。マルコさん、とりあえずじゃあ始めさせてもらいますね。いいですかね。はい、じゃあ足の裏ちょっとね。はい、じゃあ行きます。あ、暴れないでください、お客さん。足裏しに来たのに。じゃあね、こっちの足から行きますよね。うちはね、ジェルみたいなの塗らないで一気に、もう直でやるんでね。お客さん大丈夫ですか？はい、マルコさん、じゃあね、足裏ちょっと見せてください。うわ、これはね、マルコさん疲れ溜まってますね。これうちで足つぼやんないと大変ですよ。疲労困憊ですね。マルコさん行きますよ、じゃあね。はい、足の裏をしていきます。ああ、どうですか、マルコさん。痛い時言ってくださいね。強くしてくれって時も言ってくださいね。うちね、体式なんですよ。体式なんでね。はい、行きますよ。僕、バンコクで修行してきたんでね。はい。ああ、マルコさん、これどうですか。はい。あ、マルコさんね、最近どうですか。飲んでるでしょ。ねえ、ここ肝臓悪いよ、これ、マルコさん。これ肝臓のとこ、ここ。痛いんでしょ？あ、痛気持ちいい。あ、その顔痛気持ちいいって顔ですね。マークさん申し訳ないですけど、もうちょっとね、これ揉ましてもらいましょう。こう肝臓ね。ちょっとお客さんでもね、マルコさん、お酒控えた方がいいかもしれないですよ。あ、最近合コンばっかり行って、あ、どうしても飲んじゃうと。イケメンがいっぱいいるとどうしても酒も進んじゃうと。しょうがないね、マルコさん、それね。でもね、じゃあ、お家で飲むのはちょっと控えて、晩酌控えてくださいね。これね、合コンはしょうがないですけどね。うん。はい、マルコさん、じゃあ次行きます。あ、これね、マルコさんね、肩凝ってますよ。筋トレとかやってんじゃないですか？マルコさん。あ、ベンチやってると。ベンチプレス。マルコさんね、これね、ここのツボはね、肩が凝ってる人、凝りやすいんですよ。今押してたら硬かったんですよ、マルコさん。ん？うん。あ、今、週2で筋トレやってんですね。マコさん。うん、うん。ああ、やっぱり、現代はね、はい。やっぱり、筋トレして体作っとかないと、やっぱり、舐められると。ああ、マコさん、いいっすか？触って。これ、すごくないですか？マコさん。胸筋。ねえ。お、マコさん、腹筋もすごいっすね。これ、マコさん、腹筋。硬いっすね。マルコさん。腹筋も相当やってんすか？ああ、マルコさん、筋トレマニアっすね。ボディービルダーっすか？マルコさん。うん、ちょっと、お腹もじゃあね、ちょっとマッサージしますよ。ほぐしとかないとね。腹筋しすぎですよ、これ。一日どれくらいやってんすか？ 7 回。あ、それ割れますよ、マルコさん。やりすぎですよ。あ、でもやっぱシックスパック作りたいんですか？マルコさん、なんでですか？あ、モテたい。あー、腹筋割れてるからってね、マルコさん、女の子そんなにモテるかっつったら、そんなにね、効果あるかどうか分かんない。間違った方向にマルコさん努力してるかもしれないですけど。あ、まあね、それはマルコさんの好きなんでね。はい、じゃあ足裏続けさせてもらいますよ。はい。まあ、マルコさん、じゃあね、今度ね、こっちの左足終わりましたんで、
右足の方行かしてもらいますよ。はい、こっちにもね、いろんなね、ツボあるんですよ、マルコさん。気持ちよさそうですね、マルコさん。はい。いや、ありがとうございます。お前、マッサージうまいなって。マルコさん、ありがとうございます。私ね、バンコクで、タイのバンコクでね、1ヶ月修行してきたんで、はい。上手なんですよ。はい。どれくらいやったかって、1ヶ月で4日間だけ修行してきました。はい。バンコク楽しんでね、ちょっと片手間にトレーニング、ね、マッサージの修行してきたんですけど、こんだけのテクニックが身につきましたよ、マルコさん。マルコさんも今度、本場でやっていきたいと。でもね、マルコさん、私、本場の足裏のテクニックはあるんで、バンコク行かなくてもね、新潟で同じの味わえますよ。どうですか、このマッサージ。最高だと。鼻の穴がすごい広がるぐらい最高だと、マルコさん。すごい、マルコさん広がってますよ。お前のせいだと。お前のマッサージが上手すぎると。すいませんね、マルコさん。マルコさん、どうですか？あと最近目も疲れてんじゃないですか？YouTube ばっか見てると。あと、ABEMA TV ばっか見てると。マルコさん、それ疲れますよ。これね、目のツボ。ここ。ここ、マルコさん、ここっすよ、ここ。すっごい凝ってますよ。マルコさん、ABEMA見すぎですよ。一日どれくらい見てんすか？暇だから、筋トレ終わった後、一日8時間ぐらい見てると。マルコさん、見すぎですよ。しょうがない。まあ、うち来ればね、こうやってね、足の裏刺激して、ね、目の疲労も取れますんでね。ABEMA の時間、2時間減らして、ね、うちで1時間半マッサージしてもらえば、もうすべての疲れすっきりですよ。酸素カプセル5回ぐらい入ったぐらいの威力ありますからね、うちのマッサージ。マルコさん、はい。腹また行きますよ。ね。はい、マルコさん。じゃあね、そろそろ終わりますけど、いいですかね、マルコさん。マルコさん、どうでした？うちの足裏マッサージ。よかったですか？そんなブサイクになって。もうブサイクになって、いろんなところの筋肉が緩むぐらい気持ちいいでしょ。最後、マルコさん、じゃあ、お会計行きますんで、まずお手してもらっていいですかね。お手。マルコさん、お金払わない気ですか？マルコさん、お金払ってもらわないと、うち、後ろに、若い奴らが78人控えてるんで、マルコさん、ボッコボコですよ。マルコさん。じゃ、もう一回確認しますよ、マルコさん。お手。怖がったんだな、マルコさん。若い衆78人が怖くて、お手して払おうと思ったですね。マルコさん、お手。こっちだよ。こっち。ふい。はい、マルコさん、じゃあお会計ね、79万5000円です。はい、よろしくお願いします。